どうもショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。時間がないんですとか、やりたいことが全然終わらないんです、そもそもそれに行くまでにやらなきゃいけないことで日々忙殺されてるんですっていう人多いと思います。で、僕がまさにそうでした。具体的に僕も5年前っていうのは会社員をやっていたんですけども、朝6時半に起きて7時にはもう家を出てました。で、8時半に出社をして、で、上司におはようございますって挨拶をしてですね、で、それからいろいろ仕事をして、会社を出るのがもう9時半とか10時なんですね。で、家に帰れるのが11時半、そこからご飯を食べてお風呂入ったりして12時半で寝て、で、6時半にまた起きるみたいな、それをずっと繰り返しやっていました。プログラミング勉強したいとか、アフィリエイト そのブログ書く練習したみたいなこともいろいろ思ってたんですけども、ただそれが全然できなかったっていう経験があります。まあ、YouTube を始めてからも時間効率化とか作業効率とか時間管理術とかで、ね、いろいろね、情報で調べて、いろいろ自分もやってみていいなと思ったものをこうやってチャンネルでシェアしてみました。過去に投稿したそのライフハック系のその動画っていうのは、まあ削除しようかなってちょっと今思っちゃってるぐらいですね。そう、なんでそう思ったのかっていうと、まあ、今回一冊の本に出会ったからなんです。そう、それが、まあ、概要欄にリンク貼っておきますけども、時間術大全っていう本なんですよ。そう、時間術大全。僕たちが時間がないなとか、やりたいことができないなとかって思ってるのは、全部このスマホに時間を取られてるからっていうのを、その YouTube と Google の開発をしてる人がもう言っちゃったんですよね。開発してきた人たちが今回、そのスマホに時間を奪われない習慣の作り方っていうことで、この時間大全っていう本を出したんですよ。なので、それちょっと矛盾してないかなっていうふうに思うわけなんですけども、もうまあ、このお二人はもう実際その YouTube、Google も退社しているわけなんで、まあ、こういう本を書けたのかなっていうふうに思ってます。後でシェアしますけども、その習慣を実際にやったらですね、本当にスマホを見なくなったんですよ。スマホを見なくなりましたし、自分がやりたいことっていうのが毎日毎日ほぼ 100% のペースで終わっていくんですよ。なので、時間の進み方がなんすかもう毎日毎日充実してるんですよ、とにかく。そう、ということで、これはおすすめしたいということで、今回の動画をシェアしてみようと思います。はい、なので今回この動画を見てくれている人が、時間がないんですとか、やりたいことを勉強したいことはいっぱいあるんですけども、ただそれをする時間がないんですとか、そもそもやりたいことが何か分かってませんって思っている方はですね、今回の動画本当に参考になってくれると思います。もう自分は毎日充実したことを日々遅れてますと、やりたいことを毎日できてますっていう人は、今回の動画も本当に参考にならないと思いますので、戻るボタンを押して他の動画をお楽しみください。はい、ということで始めていくんですけども、今回この僕たちがいかにスマホに時間を取られているかっていう、その科学的根拠とかっていうのは今回お話はしません。今回僕がそのスマホに時間を奪われずに、やりたいことだったり、その好きなことをやっていくための習慣っていうのを早速シェアしていきます。はい、なのでその前半部分が知りたい方は、ぜひぜひですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、その本の内容をチェックしてみてください。はい、ということで、じゃあまず最初ですね、朝起きたら何をするのかっていうところからシェアしていきます。それではどうぞ。で、ここではハイライトって言って、今日やりたいことを書くわけなんですけど、3つの基準でやりたいことを書いていきます。で、まず1つ目が緊急なこと、はい、緊急なことっていうのを書いて、まあ今日中にやらなきゃいけないことみたいなことを書いていきます。で、2つ目にやったら満足すること、3つ目の基準にやったら嬉しくなること、喜びを感じられることっていうのを書いていきます。本読んだりとか、はい、ではこうやって書いたわけなんですけど、寝るときにこれをやって本当に良かったと、今日は本当に充実したって思えるものをやるっていうことなんですよね。そう、これ書いたからって全部やらなきゃいけないっていうわけではなくて、やったら寝る直前になって、今日は本当に進んだと、よく達成した、よく自分は頑張ったって思えるものを選ぶと
ということなんです。なので僕の場合は例えば今日は YouTube 撮影2本撮影して1人1本目はチームに預けて1本目は自分でアップするみたいな、あとはチャットワークで Z さんたちに連絡返信したり、あとは本読むっていう、この3つですね。今日はやることは3つです。はい、やりますか。警察も終わりました。今ですね、午後の2時15分です。1415分ですね。はい、別に何にもかかってないですけども、はい、でですね、朝こうハイライトって言ってやりたいことをつけて、でそれに向かってこうレーザービームのようにこうバーッとやっていたわけなんですけども、さすがにこればっかりやっていても集中力が持たないっていうのがあります。そうなので、チャージっていう部分があるんですよ。チャージっていう、でチャージって何かっていうと、脳を充電するっていうことです。でそのためには毎日運動をする、あとは定期的に歩き回る、あとはお腹を空かせて脳をクリアにするっていうことが大事なんだそうです。そうということで、僕が普段やっていることっていうのは、毎日自宅でちょっと、まあ本当にこう腕立て伏せ1回でもいいですし、2回でもいいですし、あとは定期的に歩き回るっていうのも、家の中をですね、ひたすらぐる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 って歩き回る時もあります。であとはお腹を空かせるっていうところで、朝食を抜いたりとか、プチ断食っていう言葉がありますけども、イライラしたり敏感になったりするんですけども、逆にそれがすごく集中力を増す原因になるそうです。毎日運動するっていうことと、定期的に歩き回るっていうことと、お腹を空かせて脳をクリアにするっていうこと、この3つを意識すれば脳が充電していくということです。です。まあもちろんその運動しすぎ、やりすぎも逆に体が疲れちゃって脳もヘトヘトしちゃうと思うので、やりすぎは良くないと思うんですけど、そう断食しすぎとか3日食べなかったとか、それをちょっとやりすぎだと思うんですけども、そう適度にこう毎日運動したりとか歩き回ったりとか、あとはちょっとお腹を空かせるプチ断食をすると脳がすごくスッキリして、逆にこうまあちょっとお腹を空くとイライラするんですけども、逆にそれが集中のもとになるそうです。はい、ということで、まあ、完全に夜になってないんですけども、一通りこういうのが終わったらですね、次にチューニングっていう作業をします。今日ハイライトしたことが何パーセント達成できたかとか、あとはチャージをどのタイミングでやってどういう風に感じたかとか、まあ、いろいろやっていきますと。で僕の場合ですね、今回は 1,2,3,4,5,6,7、まあ、8個やりたいことっていうのを、まあ、書き出したわけで、でその8個中、その今日これをやったら寝るときに満足して寝られるとか、達成感を満ち溢れた状態で寝られるって思ったものが大体4つなんですよね。そうで、それはもう全部終わりましたということで、そうやっぱこれ始めてからめちゃくちゃ終わるようになったんですよ。なので今回の話をまとめるとですね、まず僕たちが忙しいとか超多忙でとか、やりたいことができなくなっちゃってる原因っていうのはスマホですね。はい、スマホに時間を囚われているから、スマホに時間を奪われちゃってるからっていうことなんです。で、なんでかって言ったら、そのスマホアプリを作る人だったり、スマホを開発する人が、そのいかに時間を多く向けさせるか、注意を向けさせるか、スマホに向けさせるかっていうことに注力して設計してるからなんです。で、今回その2人が、本を出して、そのスマホに時間を奪われなくするための習慣ということで、今回こういうハイライト、レーザービーム、チャージ、チューニングっていう方法をシェアしてました。で今回僕はそれ読んでめちゃくちゃいいなと思ったので、今回ですね、僕がじゃあこんな風に実践してますよ、具体的にこんな感じで実践しますよっていうのを動画でシェアしてみました。はい、ということでいかがだったでしょうか。ではこの動画を見てくれている人の、まあ、一人でも多くですね、スマホに時間が奪われてるんだっていうことに気づいて、でそれを変えるための習慣っていうのを実際に取り入れて、好きなことだったりやりたいことっていうのをどんどん達成していってほしいなというふうに思います。はい、そしたらもっとどんどん皆さんの才能に目覚めていって、その才能を磨
外で社会に貢献できれば、なんか日本はどんどんもっともっと良くなっていくと思うんです。そうなので、まあ、今回こういうのをシェアしてみました。はい、ということで、もう今回の話がですね、ちょっとでも面白かったです、参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ嬉しいです。はい、ということで、あとお伝えしたいところは以上ですかね。はい、まあ、これから在宅勤務が増えていくと思いますので、はい、家でもどんどん集中でして、やれるようになってくれたらいいなと。いう感じで今回の動画は以上とさせていただきます。はい、全然うまい締め方なかったですけども、はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。